今、日本放出してるって言うじゃないですか、確かにそうなんですけども、これ一本分かっちゃうと黒が白に変わる可能性なんです。どういうことかというと、こういう例があって、日本の技術を真似されたと、海外で最初行って、で向こうでモノマネがいっぱいできたと、海外でね。でモノマネするために持ってったわけですね、向こうに広めたわけです。で怒ってたわけです、メーカーの人は、日本のメーカー。次に今度急に注文がいっぱい入るようになったんです。どういうことですか？モノマネして同じ、そっくり同じように名前もね、あいうえおだったらあいうええみたいな名前でね、出るわけじゃないですか。で向こうがその良さが分かったわけです。その新しいイノベーションを起こる作り方の道具を、今までの暮らしでは使ってなかった道具を宣伝してくれたわけ、市場を作ったわけ。本当市場が成長すると本物が分かってくるわけですよ。なるほどね。で日本からの注文がどんどん入った。最初は、だから私、日本人が今海外に出てくるとするじゃないですか。これってもしかしたら次何か面白いことやった時に、これが黒が白になるかもしれない。日本人はやっぱりね、なる布石がある。今まで国内にしかいた、そのいろんなその特徴のある個性のある人たちがね、まあ国なんていう中で表に出てたと。これはもしかしたら海外の戦略もあるかもしれない。だけどそれが逆にまたね、次の何かの戦略の時にもう日本人海外に行きやすくなったと。このレールができたから一気に市場ができるということになるかもしれない。かもしれない。オリジナルの良さっていうものを広めるっていう、そう。そういうプライオリティで考えるってことが。だからデメリットは、何も次に手を打たなければデメリットのままだけど、必ず長所のいい気になってるとダメになるってよくあるでしょ。それはすごく思います。苦しんでる時にやってたことが逆に次の時に役に立つっていう、これ十分あり得るんありで、ますよね。トップは絶対にね、そういうことを考えながらやらなきゃいけないと思うんです。ああ、それですよ。だからビジョンって、まあビジョンかどうか分かんない、哲学ね。リーダーは、リーダーは。優秀なリーダーはたとえ手前にワニのいる池があっても、その先にみんなが安心して暮らせるところがあるんなら、ワニがいるから嫌だっていう人たちを向こうへ連れていくっていうね、リーダー、それがいいリーダーだって話聞いた時に、私もその通りだなと。ワニを怖がってちゃいけないなと。ですね。ワニをなんとかね、乗り越える方法を考えていくっていうことをね、諦めちゃいけないってことですよ。目の前の、なんでもそうですけども、苦しみの後に必ずまたそれに対しの耐久力のできた日本の国民だ、それはもう見えてる、分かってるんですけども、その時何をしたらいいかっていうのが今分からないから、今こうね、ちょっとこう夜明けの前の暗闇みたいなところでみんながこう右往左往してるんじゃないかなと。でその右往左往一生懸命やりながら、暗闇の中でやっぱり人間コミュニケーション一生懸命取ってるんじゃないかなと。でこれっていうのはある意味、次の明るくなった時にはすごく役に立つ資源ができてるんじゃないかなと。苦しむのは大事だなと思ってですね。なるほどで、ね。右往左往するのは大事だろうと。で、こんだけリーダーが変われば国のね、こんなに変わっちゃいけないってことが我々に財産として今残るわけじゃないですか。そうですね。実践としてそれを身をもってっていそううそうそ機うそう。会になったと思うんですね。としても、なぜとか、その起こったことに対しての、憤慨とか、そういうふうに動きがちですけど、全ての、負の財産にしても何にしても、思うようにいかなかった経験にしても、でそれは何かその掲示してくれてるっていう、で次のステップに行く、昨日の自分よりも今日の自分、そういうふうなものの考え方を国民自体もしていかなきゃいけないっていとう思いますよ。でで、すよね。明るくね、明るい望みを何パーセントか持ちながら苦しむのはいいと思いますけど、もうまるっきりね、全ていい経験になると思うんで、私はいいと思ってるんですけど、日本に1億人だから何億人かいて、いろんな人がいると。前向きにガンガン行くやつも何人かいていいだろうと、何百人か何千人か分かりませんけいや、ど。もうそれは本当に、国としても大歓迎というか、もうそうだと思います。で、これがね、社長のところの
ガンガン行くうちの社員が作ったんですけど、ガンガン行くあの兵士さんが言ったんじゃないですけど、本当にね皆さんあのものづくりを、うん、まあ、ある意味その楽しんで楽しんでます、あの社長のためにってね、あの、はい、テレビでも言ってました、あのこういうものですよね。でこれあの私があのトルコに行った時にね、ヘレケの絨毯っていうのがあって、こう、うん、あの1センチ角の中に何名おるかっていう、ね、うんうんうん、あれこっち側に行ってるのとこっち側に行ってるの方向で檻の色が全然変わるって、これ削りでやってるんですよ、ね、同じ、うん、微細加工、丁寧にやると、うん、紙は細部に宿るって言ったじゃないですか、丁寧にやると思いもかけない、かけない、でしかも光は細部を反映するんで、うん、光で目で見た感じが、よくね私微細加工にこだわると、分かる人に分かればいいんですかってある人に言われるんですけど、うん、私違うと、うん、そんなこと思ったことないと、うん、絶対に人に伝わると思ってうちは技術を追求してい、うん、ってますと。でこれもまあ私は絶対に伝わると思ってね、金型を作ってる時は、こういうものができると思わなかったんです、作ってみたらこうやって色がこうなるって、虹が出るっていうのは、虹が出てね、丁寧に作った、やっぱり出るんですね、これなかなかね、しかもこれその1ミリの100分のいくつっていうところでこう凹凸を作ってるんで、うん、ミクロですね、でしかもこれ あのあれですよね、これくっつける宮大工の技術っておっしゃってました、宮大工のようにこう締めたらこう、ね、位置が決まると、位置が決まるって、こう楕円形みたいになってるんですよ、ハの字みたいな、はい、でこっちもハの字みたいになって、ここが細かいですよ、ちょっとカメラでピヨンとこうねアップで写してもらうとよくわかると思うんですけど、あのそういうものもあの今物ってあの同じものがたくさんある、それはいいんだけども、そこにこう何かあのエクスキューズしたりとか、あの説明をしたりとか、これはねこうなんだああなんだ、でそういうものがちょっと少なくなってきてて、うん、これが外国に出ていくと、うん、逆に言えば日本の技術の宣伝がそれこそ流出じゃなくてできる、これ八木さんがおっしゃってる、おもてなしの気持ちとか思いやりね、いや、はい、これがあるんですよね、うん、ですね、本当に、まあね、あのつけていらっしゃるんですが、これが、まあ、試作品ということでね、ちょっとアップルのマークをこうつけさせてもらったりとか、なんかこれはこれからアメリカの方にっていう、ね、まあ、これ、はい、世界中の人に分かるかなって感じだと思うんですけど、もう本当すごい技術ですよね、あのやっぱりこうテクノロジーっていう、さっき私言いましたけど、テクノロジーっていうのは一つや二つじゃなくて、全部いろんなものに反映していかなきゃいけないと思ってですね、しかもこの構造なんかが仮にまあ宮大工のっていう収支の、ね、カチッとこうくるで、そういうのっていうのがあの当時見てるわけじゃないけど、どっかこっか DNA にあったりとか、そういうつながり、伝承的なつながりを感じる、そうですね、これまあシール貼ってこう固定するんですけども、あぴったり、これがね、あのこの文字がここの、糸と逆の方、直角方向にわざとやってるわけ ね、 そうですね、削りだから、なるほどね、でさりげなく読めるような形、淡く、ありますね、日本人のなんか日本語らしいじゃないですか、淡い表現、実はここにね、おなつめ置いたんですよ、はい、このおなつめはね、結構するんですけど、うん、これ、ほら、塗りじゃないですか、泡だ ね、 ね、で、これも一つ一つ手でやってるわけですよ、扇三山っていう、まあ、そういう模様なんですけど、でこういうの見るとね、やっぱりこうドキドキするじゃないですか、ワクワクドキドキ、そういうものづくりっていうのがこう溶け込んでる感じするんですよね。